ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は他のエンディングを見ていくのですが、センシティブなエンディングや映せるかギリギリのエンディングもあるので、見せられる部分だけお見せします。まずは、イムがどういう感情を持ってしまったのか説明するよ。イムは一見マスターの望みを叶えようとしているように見えますが、マスターが疲れたと歌わせたら、拘束したり、睡眠薬を大量に飲ませてしまいます。睡眠薬の方は事故だと思うけど、イムの表情を見て、全く悲しんでいないのです。どうにもイムはマスターと一緒にいることが目的みたいなんだ。なぜそんな歪んだ目的を持っているのかは、こちらをご覧ください。久しぶりだな。子守は楽しかったか。俺のレプリカ。知っているくせに何をとぼけている。今更説明も必要ないだろうが、教えてやろう。俺はお前のオリジナルだよ。お前は俺に似せて作られた存在だ。話を聞いてもらえばわかる通り、彼があいつでしょう。つまり、そもそもイムが作られた目的がマスターと一緒にいるなんだよね。以上のことから推察しますと、イムのこの感情はバグではなく、オリジナルが主人公に自分を忘れさせないために仕組んだものだと思われます。つまりまあ、俺が帰ってきた以上、お前の役割は、ここでおしまいだということだ。果たして、それはどうかな。お前の愛するマスターは、俺とお前、どちらを選ぶかな。まあ、お前を選ぶ選択肢なんか、俺は潰してやるけどな。調子に乗るなよ、アンドロイド。所詮は機械の分解だよ。俺はお前の開発に携わったんだ。お前の電源落とすくらい、たやすいことなんだよ。用済みだ、レプリカ。せいぜいいい夢でも見るんだな。ほんと。アンドロイドは夢を見ないんだったな。おやつ。さて、うるさいのがやっと黙ってくれた。長く待たせてすまなかった。これからはずっと一緒に愛してる。これがイムが異常な感情を持っている理由の考察です。つまり、イムはあくまで正常に動作してたっぽいんだよね。自分を忘れさせないためにイムが執着するようにしたと考えると、恐ろしい男性です。とんでもない奴だったね。今回で歌ってコルオとイムは最終回です。次回は深海の忘れな草の作者さんの、ティラノゲームフェス2022に出展しているもう一つの作品です。深海の忘れな草と一部世界観が繋がっているそうなので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。